深夜公式 YouTube チャンネル解体新書、今回はですね、私も現役時代に受賞させていただきました三井ゴールデングラブ賞とのタイアップ企画です。三井ゴールデングラブ賞は三井広報委員会が提供している守備の名手を表彰する賞ですが、昨年で51回を迎えました。また三井広報委員会では受賞 OB を講師に迎え、少年野球の指導者を対象に三井ゴールデングラブ野球教室を全国各地で開催しています。守備を中心とした野球理論や指導方法について実技を交えて講義しており、私も講師で何度も参加しています。今回はその三井ゴールデングラブ賞との特別企画として、歴代の遊撃手部門の受賞者の中から私の独断と偏見でこの5人でゲストを迎えて、ショートの守備というのをテーマにお届けします。皆さんぜひ最後までご覧ください。それではゲストの皆さんですね、紹介したいと思います。自己紹介でいきましょうか。千葉ロッテマリーンズ在籍中の小坂誠です。今日はいろいろ学んで帰りたいと思います。よろしくお願いします。横浜 DeNA ベイスターズでチーフ打撃コーチをやっております、石井拓郎です。まあ、今、打撃部門でほぼほぼ守備はやってないんですけれども、こういう機会をいただいたので、ぜひ今日はいろんなものを吸収して学んで帰りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。埼玉西武ライオンズの源田壮介です。今年でプロ7年目になります。こんな豪華なメンバーの中に呼んでいただいて恐縮なんですけど、いろいろ今日は勉強して帰りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。現在はどこにも所属してないんですけど阪神で16年ロッテ2年間やった鳥谷敬です。守備って言っても多分いろんな人の考え方とかいろんな取り方、受け方、いろんなことがあると思うので、今日はこの4人の方にいろいろ聞いて自分も勉強したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあとりあえずちょっとみんなでちょっとキャッチボールみたいなして、でそこからちょっとある程度止めたりするんで、迷宮会以来ですボール投げの今年 初投げ、1年ぶりに迷宮会で投げて抜けてるある程度投げれるように。皆さんキャッチボールは何意識しますか、源田さん、芸技。はい、僕本当に社会人時代に宮本さんに教えてもらったピッチャーみたいにっていうのはずっとやってます。ああ、はい。いいこと教えてた俺。ピッチャーみたいに体大きくって言われたんで、ずっとやってます。小坂とかはキャッチボール意識なんかしてますか。もう受け方、取り方、体重移動、すべて守備の基本になるんで。なるほど、常にそれを意識してます。じゃあやっぱりキャッチボールは大事にしてたんですね。かなり大事にしてます。鳥さんとかは、もうキャッチボールで、まあ、打つ方の、まあ、体重移動とかも変わってくるので、はい、かなり、まあ、回転とかも、まあ、細かいことも気にしますけど、あと体のバランスはかなり気にして、はい、投げてましたね。なるほど。タクさんなんかはどういうのを意識してました。はい、特に何も考えてませんいやただでもコーチになってから、そんな現役の時ってなんかこう意識してっていうか、もうちっちゃい時から当たり前のようにやってるから、キャッチボールってそんなに意識してキャッチボールってやったことないんだけど、ただ指導者になってキャッチボールをまず教えるのにどうしたらいいかっていうところから入った時に、やっぱり新谷さんとかピッチャーのようにしっかり足を上げてからこの踏み出す足だったり肩の入れ方だったりっていうのを多分すごく指導してると思うんですけど、うん、僕もやっぱりどっちかったらこのセパレートのラインにラインをしっかり足を踏み出した時、足の踏み出しとこの投げ出す方向っていうか左肩の向きっていうのはすごく大切にしてるっていうか、指導するのにはそういうところをちょっと注意して言うようにしてました。なるほど。みんなやっぱキャッチボールは大事にするんだね。なんかなんとなくできたらちょっとノック受けましょうか。はい、じゃあちょっとノック受けましょうか、軽く膝曲がらないんだけど、向こうから打ってもらうんで、はい、それ練習でしょ。何練習するちょっと自分の技術下がりもういいんですよ、意識高すぎる
白いね。じゃあもう真正面もう軽くちょっと受けるだけなんで。うまいな。お願いします。すいません、お願いします。あらら、キンカップ。ああ抜けた、ごめんなさい。おい、お願いします。5本ぐらい受けましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。いやもう膝痛いよ俺。膝痛いよ。膝曲がらへん。はい、お願いします。はい、お、振ったね。お願いします。お願いします。はい、こっちか。お願いします。おお、はい、マジかよ。お、懐かしいな、みんな見てた人だから。変わんないな、やっぱり年取ってもみんな。はい、はい、うわ、どうしますか。ちょっと月の何本かイメージやる、うん、ああ、これぐらいでいいかな、距離的。ちょっと月を3球ぐらい。はい、はい、お願いします。ほい、ここはもうトスだよ。お願いします。はい、わ、僕の時だけえらい、はい、振りますね。お願いします。じゃあラスト1球ずつぐらいで。はい、はい、お願いします。おお、おい、これラスト危ない。はい、お願いします。はい、ラストラストお願いします。今はまあボールファーストであったり、まあ、ゴロの捕球するにあたってすごいこう、多分自分はこうやって取ってますっていうのを、その小学校中学校にこうやってやった方がいいよっていうよりかは、自分がどういうふうにしてやってたかっていうのを伝えてほしいなと思ってですね。おそらくこうやってやってくださいっていうと大体みんな似てくるんで、はい、トリやったらトリ、ゲンちゃんやったらゲンちゃん、たくさん小坂ってみんなそれぞれ絶対特徴があって、取り方も多少違ってたりもする場合もあるんで、ゴロ取るときどういう自分のイメージでグローブの角度であったりとかっていうのを いろんなもの含めてどういうイメージで、もう一番はもうアウトにするためにどうするか、どう入っていくかっていう向きを常に考えているので、まあ左側行ってもこのまま左が例えば行って流れていったら投げづらいので、もう左が行ってても最後体こうやって入れてこっち側に入れたりとか、こっち側も全部入れてって、この投げる方向に全てを動かすっていうことは常に意識して、それを一番に考えて、そこにどう足をこう運んでいくか、上半身のこの取り方とかその場所とか、そこまで考えずに
そこにどうやって入っていって投げやすいかっていうのを常に考えてやってました。自分でこう捉えるポイントとかっていうのは、例えば右足だったり左足だったり。基本的にはもうポンとこの左足で取って投げるっていう感じで、あんまりこう右にこうで溜めてっていう感じはあんまりしてなかったです。この取る瞬間にコンってこう合わせて、でこう合わなかったら右でポンと合わすこともあるんですけど、それはどっちっていうのは特に決めずに、とりあえずこっちで取ってもポンと足を合わせて、こっちで取ってもポンってこっちで合わせてっていうふうに足を合わせて、そこで取る瞬間にって感じでやってました。源ちゃんなんかはどう？でも僕も同じように体重はこう全部あっちにまとまるように動くっていうのは一緒で、あとは僕どっちかというと右足一本で補給はしたいっていう。これぐらいで取ってもいいっていう、はい、取ってついてそのまま一発で、どんだけだ、僕肩が強くないんで、まあ、早くボール離すためにはっていうので、まあ、ちゃんとあそこに投げるためにその補給体制っていう。なるほど、はい、ので僕は、はい、右足で取ってついてそのまま体重移動でっていう感じです。はい、たくさんの僕ですか。僕おそらくここにいるメンバーの中で一番経験浅いと思うんですよ。内野手っていうかもうショートもそうなんですけど、アマチュア時代やってないんで、プロに転向した時にそのコーチから教えてもらった、もう一から教えてもらったんで、それをそのまんまこう実践してきた形になるんで、それやっぱり考えると、とにかくこの体の中で全部賄いなさいっていう、砂漠っていうことね。そうだ、もう体の外に 手とか出さない、もう全部中で処理していきなさいっていうところと、まあ、もう基本的な本当動作の中で壁当てとかよくやらしたんだけども、ボール投げたらすぐグローブを出します。グローブを出すのも正面じゃなくて、やっぱり左足だから、この正三角形じゃなくて、正三角形のやっぱりどっちかっていうともう直角三角形ぐらいのイメージで、ところにしっかり面をまず向けて出しなさいっていうところをすごくやっぱり言われたので、ね、それをなんか実践してきたっていうところではあります。ここだけでも全部違いますもんね、感覚がね。そう、小坂さん。僕はこの通り体重もないし、で関節も短いんで使える力が正直ないんですよ。なのでこっちで作った力をできるだけボールに伝えるためにイメージして、ポイントとなるべくこの辺は動かさないように、でそこのポイントに自分が入っていって、あとはその投げるためのリズムと、あとボールを取るためのタイミングですか、ポイント、そこをちょっと意識するようにやってました。そうしないとまずこの辺の人たちとは、いやいや、あなた一番上手いですなるほどね、はい、僕なんかはもうトリとゲンちゃんとまず一緒、もうとにかく投げる方向にこう力が働いていくように入っていく。で僕の場合はゲンちゃんとちょっと違って、できるだけ左足をこう つきたい、でここの自分の奥行きを作りたいんで、右足出した時にはもうグラブはもうこの辺に、もうとにかく下に落としとく、で左入った時にこの間を取って、まあ、どちらかというとちょっとつま先、まあ、感覚的にはちょっと上げてる感じで、で取る時に初めてこう投げる方向に力を働かしていく。だから結局ショートっていうのは、まあ、一番しんどいけど足が使えるとそうでもないじゃない、実は。だからそればっかりを意識してたんで、だから練習なんかは三遊間の緩い打球をしっかりこう右側から回ってっていうのをこう反復で練習して、アマちゃんの時から覚えていったんで、それを覚えた一番しんどいとこを覚えたんで、もうあとは楽みたいな。こういう動きになるってことですよね、どっちかというと。そうそうそう、まあ、回るっていうか、こういう感じかな。僕どっちかというとやっぱ体の使い方とかボールに対して直線的に全部入っちゃうんで、源田君が右で捉えるって言ったのが本当に晩年になってから、コーチにこの右 のバッティングで言ったらこの間の取り方、右でポンってここで抑えることによって、特に二遊間の打球がどうしても衝突しがち、正面の打球と二遊間の打球がどうしても直線的にこう行くんじゃ、こういう入りじゃなくて、やっぱり僕の場合直線的に行くことが多かったんで、どうしても衝突しがちで、こっちの打球すごく苦手だったんですよ。たださっき源田君のように右足でポンってこの捉え方ができるようになってから、こっちの打球と正面の打球がすごく間が取れるようになった。あとね、僕現役時代に鳥が飛びついた後って、今話を聞いて納得したんだけど、
絶対こういう風に飛んでたよね、はい、斜めに飛んでます、こう押さえに行くね、はい、で俺はなんかこうギリギリまでっていう感覚だったから、なんで鳥ってこうやって飛んでんのかなって思ってて、でまあ多分そうだろうなっていうのは想像ついてたけど、自分ら飛んだ時ってどっち向いてます？あと例えば土とかで飛ぶと、まあ例えば二遊間とかだったらこれがベースでこっちがホームだったとしたら、鳥とかはこういう風にして跡がつくの、うん、どうでした？僕は反応がもうこうなので前に行くんで、だからこんな感じで行ってます。あ、やっぱこうなるね。なってます。大体そうだよね、はい、元ちゃんどう？僕もこう後ろ向きに、ね、だから俺すごいなと思って、はい、カッて押さえに行ってたんだよね。もう全部こう飛んでても最後空中で体グッて入れる、こっちが入れるって感じ、はい、入れて、ね、したら弾いた時にここにあるんで、こういった時に弾いた時は前にあるんで、もう向こう行っちゃうね、はい、だから弾いてもなんとか投げれるところに置きたいっていうので、最後こう行って最後打ってこう体入れていって投げてました。鳥、うん、ぐらいなんだよね、あんまりいないでしょ、はい、どうしてもこう飛ぶじゃない。そうですね、結構鳥の後だけなんでこうって思ってたの甲子園とかで、あとバーッとこうチェンジなんてね、うん、行った時にやっぱり人それぞれ声だけ聞いても違いますもんね。そうですね。でグラブはどうやって使ってます？自分のイメージの中で言うと、イメージはもう基本的には置いとくだけっていうイメージなんですけど、それに足がつくとちょっとこう反動がつくというか、こう普通にここでこうポッて取ってるように見えると思うんですけど、自分の中でこう足を入れた時にこうちょっとこうパッとこうグラブは少しこう反動をつけてポッて入っていくようなイメージで取ってましたね。元ちゃんなんかは？僕もまあ自然な角度というか、はい、このまんまここに置いとくイメージでずっともうこの左腕のグローブのラインにボール入れて最後にまたぐぐらいの、もうグローブの位置はあんまり変えずに。なるほど、はい、これ2本入れてるの？どのタイミングから2本入れて？これ2年前ぐらいですね。あ、そうなんだ。最近なんだ、はい、そうです。は理由は？はあの同じライオンズの殿崎が、はい、小指2本してて、で1回借りてみてめちゃくちゃボールの収まりが良くて、うん、でそこから僕も作ってもらって、はい、使い始めました。どこで撮ってるとかっていうのは？でも基本やっぱこの辺り で、うん、でしっかりやっぱ掴みたい時とかはもうこっち使いますけど、まあすね、基本的にはまあみんな この辺だよね大体。そうその 中、はい、手でいう中指とか薬指とか、まあ、まあその辺りだよね、はい、大体、はい、それは日本でもあんまり変わらないんだ？変わらないですね。当てて取る、掴んで取るっていうのは、鳥はどんな感じ？自分はもう、まあ、当たったのた瞬間に勝手にグラブが閉じてるっていう感じです。一回だから自分も松井和夫さんが日本でやってて、ね、でそれ聞いてちょっとやってたら、自分はソロしたら取りすぎちゃう、あポコって入っちゃう、ポコって入りすぎちゃうんで、ね、土だとちょっとそこまで、人工芝だったらちょうどいいな、ホームが人工芝だったらちょうどいいのかなと思ったんですけど、土のグラウンドだとこう取りすぎてパパンって行きたい時に、まあ、砂もついてたりとかいろんなのがあるんで、なるべく早くもこっちに持ちたいので、それを考えるとやっぱりちょっと深かったんだね、浅くなった方がいいかなっていうのでそれをやめたんですけど。ゲンちゃんは当ててる感じなの？掴んでる感じなの？いやでも本当に入ったら閉じてくれるっていうイメージで、うん、で結構やっぱ多分普通のよりはポケットどうしてもちょっと深くなっちゃうんで、うん、でもその分取ったら大体同じ場所に収まってくれるんで、手を同じ場所に持っていけばっていうので握り替えが遅くなるっていうのは僕はあんまり感じなかったです。たくさんなんかどういうふうな？僕も今2人がおっしゃった通り、どっちかあんまりこう掴みに掴むっていうのはないよね。だからもうとにかく自然にパンって手のひらを出した感じでグローブも同じ形で出せるように。そうだね、でグローブの位置って言ったら、だからさっき僕直線的になるって言ったんで、うんうん、そこを少し丸みを意識させるためにある程度左にグローブをイメージですよ、うん、イメージ出しといて、もうこういうイメージ、常にボールに対して入っていく。なるほど。ここを中心にこう回っていくの方がこう自分の中でイメージが、自分の中でイメージは。なるほどね。小坂なんかは当てて取る、掴んで取る、当てて取るというかボールに対して面はこう向けるんですけど、
速い打球とかだったらやっぱり一回パッと飛びます、うんうんうん、意識的に、うんうん、じゃないとちょっと回転がどうしても強い打球なんで、うんうんはい、そうすると僕どうしてもワンピースで投げれないんで、うんうん、一回ステップ しないとダメなんで、うん、ワンピースするときって本当に勝負かけるとかそんなときぐらい、うん、であとはステップ必ず踏んでたんで、うん、だその時にこう握り替える時にある程度こう死んでないとこう握れない、うんうん、握れないから、はい、だから それをボールに対してこう補給面を向けて、うん、そこに入るように当ててでクッとちょっと握るような感じで、うん、意識的にそれは僕もやってました、ね、僕なんかも似たような感じ、まあ、入ったら閉じる、うん、で基本的にはもう右手は添える絶対に添えるっていう、まあ、シングルでいかない限りは添えるんで、まあ、本当にポンと当たった時にパッと閉じれてでこの辺で取れるとまあ手がそこに行くという、うん、だからまあ結構ここには集中して取ってた感じかな、うん、グラブのあれでいうと特にゲッツーなんて言ったらここだけ、ね、まあまあまあそうですね、さてここで視聴者プレゼントのお知らせです。今回三井ゴールデングラブ賞とのタイアップ企画ということで私を含めゲストの皆さんが着用していたロゴ入りの特製ウェアですがこちらのロンティを出演者全員のサインを入れて10名様プレゼントいたします。カラーはチャコールサイズは L のみです、右袖の奥左胸には星が10個入った宮本モデルになりますと詳細については概要欄をご覧ください。ご応募お待ちしてます。